一般に皇帝は手厚い生活を送り、食事にも気を配り、健康状態も庶民よりずっと良かったはずで、長生きしたはずだと考えられています。しかし、実は古代の皇帝の寿命は、日々の労苦や多くの女性のハレムに悩まされ、多くの皇帝は短命で、途中で変死者もいた。その中、同治帝の死はあまりに神秘的で、宦官でさえもあえて近づかなかった。同治帝は、秦の第八代皇帝、漢宝帝の子で、彼が権力を握った時、秦はすでに衰退の一途をたどっていたことは事実である。それでも、中国を完全に支配し、皇帝として、贅沢な生活を享受する権利を有していた。しかも、彼の母親西太后は、頭脳明晰で有能な女性であり、同治帝は、朝政の心配をする必要がないほどリラックスしていた。しかし、同治帝の人生は短く、わずか19歳で亡くなってしまった。彼は、天然痘で亡くなったが、古代ではまさに末期の病気で、皇家の中でも病気になった者は、宮殿の外に出して、自分の回復を待たせたと歴史に残っている。同治帝が生き延びたのは、彼自身の忍耐力によるものだった。公式の発表にもかかわらず、同治帝の死因が天然痘であるという主張には、疑問が呈されている。その理由は、彼を治療したジーリとクリツからの話だった。秦の史書によると、10月30日、同治帝が病に倒れ、宮中にジーを呼び、脈を測って薬を処方し、37日間、106回を内服させた。12月5日に死亡し、死因は天然痘と、はっきり記録されていた。しかし、李徳立自身の告白は新政府とはかなり異なっている。1989年、李徳立の曾孫が雑誌に李徳立の長男である祖父と話し合ったところ、祖父は、同治帝は梅毒で死んだとはっきり言っていた。父親は毎日薬で同治帝を治療しなければならなかった。しかし、梅毒の潰瘍は治らず、悪臭がひどくて、李徳立は、嗅覚を失ってしまった、という記事を発表した。では、同治帝は、どうやって梅毒に感染したのだろうか。ここで、彼の母親の西太后について話をしないといけないです。一部世紀の学術著作には、そのような記載があります。歴史家の正一さんの信代、通史には、同治帝がよく私腹で外遊し、さらにアヘン窟や義楼に足を運んだ話、梅毒で死亡したという記述がある。最初、西太后はしばしば皇后に、感激の同行を命じたが、皇后は、物静かな性格で、男女の不倫の場面を見る場合に、礼法に従って、壁に向かって座ることになる。西太后はすでに皇后に不満を持っていたが、このような姿を見て、さらに不満が増した。皇后が何度も叱責されても、好き勝手にやり続けた。西太后は、わざと彼女のメンツを潰すのではと感じた。また、皇后は常に、笑顔で同治帝を迎え入れた。偏見に満ちた西太后は、彼女が美食で同治帝を魅了することを確信していましたからこそ、同治帝が皇后に向ける愛情が、西太后の指示によって経費に移すように仕向け。あいにく、同治帝は西太后が愛する経費を憎んでいた。それ以降、同治帝、いや宦官、寧辰が、妓女に尋ねるため、よく変装して出かけたものである。同治帝は大臣に見られることを恐れて、
あえて首都の大きな商館には行かず、小さな隠れ家的な商館やカジノを探した。最初、周りの人は、ドウチ邸の身分を気につかず、その後、バレでも知らんふりした。多くの皇族や大臣が、ドウチ邸の軽挙妄動に気づき、朝廷内外に広めたが、繰り返し冷めるも効果はなかった。一度、ドウチ邸が、純真の植木官の指摘を面と向かって何度も否定しました。純真王は、時間と場所を明白言わないといけないと思ったが、ドウチ邸はその情報源について繰り返し問うだけであった。この噂の真偽はまだ証明されていないが、噂があまりにも広まり、ドウチ邸の死因があまりにも怪しかったため、梅毒による死は虚しい噂ではなかったと疑う人が多かった。李徳律の長男によると、実は、父は初めて入居した時に、ドウチ邸の病気の原因を知っており、その症状は医学を学んだものなら、わかるほど、天然痘とは関係ないものだったという。皇帝は、体が弱いだけでなく、常に悪臭を放っていたため、周囲の宮女や、宦官の多くが遠ざかっていった。しかし、自身は医師である李徳律は、その場面に向かっていくしかなかった。梅毒はすでに診断されていたが、皇帝は、複数の寺医の診察を受ける必要があったため、別の寺医を呼び寄せて相談したところ、その診断が皆に認可された。残念なことに、ドウチ邸は長い間病気をしていたので、もっと早く気づいていれば、医師が治す方法を見つけてくれるかもしれない。ただし、今は、症状悪化の遅らせる方法を考えるしかならなかった。聖太后が、ドウチ邸の病状を聞きに来たとき、李徳律はあえて本当のことを言わなかった。何しろ梅毒は、皇室の恥であり、その噂が民間に広がれば、想像を絶する結果になるからである。また、聖太后に真実を言うなら、何人かの寺医は処刑されていただろう。宮中でも、ドウチ邸が天然痘にかかり、不治の病であるという噂が流れていた。そこで、李徳律は同僚たちと相談し、ドウチ邸の病気の原因は、天然痘であると言って、皆は一斉に混乱したふりをした。渡された薬はすべて天然痘の治療に使われたもので、真の歴史にはこのように記録されている。この時点で、新政府と民間の証言の間に矛盾があるが、もう一つ有力な証拠となる、総集がある。ある観察御史は聖太后に、ドウチ邸の死は病理に従って薬を処方しなかった。数人の寺医に関係があると告げた。それどころか、病状に応じた処方を全くしない、天然痘の治療に使われる薬ばかり、どれもほとんど役に立たなかった。李徳律らを厳罰に処すべき、天下に告げる、ドウチ邸の魂を慰めるべきである。この総集により、ドウチ邸が天然痘で死んだのではないことは明らかだが、実際の原因については沈黙してしまった。それゆえ、人々はより多くの好奇心が生み出されます。李徳律は確かに処罰されたが、罷免され、故郷に戻っただけで、皇室は彼の真相隠蔽を賛成していたことを証明した。ドウチ邸は、商館で梅毒に感染したと言われているが、当初は気づかず、顔や背中に斑点ができた。その時初めて、寺医の診察を受けたという。寺医はショックでどうしていいかわからず、聖太后に指示を仰ぎ、彼女が御事乗りを下して、皇帝が天然痘にかかっただけだと国民に発表するよう命じた。そこで、寺医は天然痘の薬を処方したが、効果はなかった。
同治帝は激怒し、なぜ私の病気に合わせて治療してくれないのかと尋ねて。爺は、同治帝に、皇太后はそう命じたと答えた。しかも、王道和の日記によると、その頃噂は広がった。西太后と東太后がその場面を見たくない。同治帝も悔しがったと書かれており。梅毒はその時代では、不治の病と言います。スキャンダルを隠蔽し、皇室の面目を失わせないために、天然痘で治療したようだ。その原因で、同治帝の病状はますます悪化し、下半身に潰瘍ができて死んでしまった。同治帝の死因が天然痘か梅毒かという説には、二つの異なる資料があり、それぞれに根拠があるため、特定が難しく、新時代のもう一つの怪事件となった。同治帝の命が、母である西太后によって、いとも簡単に犠牲になってしまったのは、皮肉なことである。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。